今日から俺は YouTuber、京都サインボクシングジムの小松です。今ちょっと漫画で鬼滅の刃が流行ってるんですけど、今回は、コマチェンコの呼吸1の方っていうのをちょっとまず紹介してみたいと思います。このまあコマチェンコの呼吸1の方をやれば、体幹があのすごい効きやすくなって、まあ肋骨が柔らかくなって、みぞおちがしっかり効いて、大腰筋がしっかりバネとなって、まあ、足のステップであったり、パンチの威力、スピードであったり、全てが向上するので、ぜひ試してみてもらいたいと思います。まあ、簡単に言ったらもう深呼吸なんですけど、まあ、深呼吸するときに、まあ、そういうことによってちょっと体を柔らかく、特にみぞおち、お腹周りですね、あと肋骨、ここを柔らかくすることによって、まあ、パンチのしなりと、まあ、みぞおちによって足の蹴りのつなぎっていうのを良くする呼吸で、まず肩幅にちょっと立ってもらって、で、まあ、吸って吐くんですけど、まず吸うときに、まあ、ポイントが2つあります。3つあります。まず手をちょっと開き気味に、まあ、これは脇を引きやすくするためです。手が内側に入ると、この僧帽筋、肩の上の方に力が入って肩甲骨が上に上がってしまうんで、あんまり良くないので、ちょっとそう外に向ける。向けすぎるとまた上に入るんで、ちょうどいい位置ぐらいがあるんで、これちょっとこれぐらいですね。これぐらいで構えてもらって、で吸うんですけど、吸うときに思いっきり肋骨を広げるイメージで、まあ、鼻でも口でもいいです大きいっす。で吸うんですけど、その時にこの2つ目が、まあ、肋骨を全体的に広げるイメージ、肺を膨らませる。でもう一個は鎖骨を下げるイメージですね。鎖骨を下げると自然に脇に力が入るんですね。この状況、次吐くんですけど、吐く時は逆にお腹を、みぞおちをちょっと意識してもらいます。で、まあ、自然にちょっと息を吸うと横隔膜が下がってきて、腹圧が上がってちょっとお腹が出てくると思うんです。まあ、腹式呼吸みたいな感じですね。で吐くときに、普通に吐くと思いっきりこの腹筋の表側に力が入ってガチガチになると思うんですけど、でお腹がへこんでくると思います。普通にはーって吐いたらここがへこんでくると思うんですけど、それをへこまさずに、なるべくお腹の内側からお腹の腹圧をしっかり上げて、吐くときにもお腹を引っ込ませないように吐いてもらう。吸った後、吐くときにもちょっとずつへこんでいくんですけど、なるべくギリギリまで、へこまないタイミングまで粘ってください。まあ、これを 2、3 回してもらうと、一つはまあ肋骨が動かされるのと、まあ、横隔膜が動くことによって大腰筋が効いてくるっていう、まあ、メリットがあります。で、まあ、肋骨が動くようになると結構脇が使いやすくなって、肩甲で肋骨がまあ膨らむことによって、柔らかくなることによって、肩甲骨がこの後ろからこの前にスライドしやすくなるんですね。言ったら結構人って横向いてますけど、肋骨がこういうふうに潰れてるんですね。それを、まあ、肋骨を柔らかくすることによって、ここをキュッと絞って、なるべく筒に近い感じで肋骨を作ることによって、それによって、まあ、筒状になれば当然肩甲骨がスライドしやすくなるんで、例えばガードする時とかでもしっかり脇絞って、脇が締まりやすくなったりとか、脇を絞ってパンチが打ちっていう動作がやりやすくなります。でもう一個は結構これ溝落ちですね。さっき横隔膜と、まあ、腹圧を当たることによって大腰筋を効かすっていうちょっと、まあ、やつやったんですけど、まあ、これすることによって股関節と溝落ち、この肋骨部分がつながりやすくなって、足のこの、まあ、例えばステップとか、例えばパンチ打つ時とかでもしっかり大腰筋が効いた状態でダーンって、ここで結構このあんまり予備動作なく、ここの大腰筋のバネでパンチが速く強く打てるようになるんで、まあ、結構多分ステップしてもらうと、なんか大腰筋がなんか繋がってるなっていう感覚がちょっと分かりやすいんで、ぜひちょっと試してみてください。まあ3回ぐらいですね。結構まあ1回にする呼吸を長ければ長いほど
結構聞きやすくなるので試してみてください。結構しんどいと思います。以上です。ちょっと痛くなってぐらい、この辺が膨らんできしむぐらいなんか膨らませたんですけど、吐くときに、まあ、結構ね、大腰筋が効いてきたら腰が落ちてくる感じがちょっとあるので、それがつかめてきたらよりいいです。まあ、まずはなんていうか体全体に空気を回すようなイメージでやってもらったら、単純にまあ血流が良くなって体が動かしやすくなるっていうのもあるんで、まあ、そういう意味でも大腰筋とか使いやすくなるので試してみてください。ありがとうございます。例えばロマチェンコなんですけど、ロマチェンコって肋骨がさっき言ったように、こう潰れてるんじゃなくて脇がもっすごい効いてるんで、ロマチェンコってすごい横から見ても太いし、すごい筒みたいになってるんですね。で、あと肩がめちゃくちゃなで肩なんですね。なで肩で普通の人って、まあ、僕でもそうなんですけど、肩があってなんかちょっと、まあ、肩と脇のラインでちょっとへこんでると思うんですけど、なんかロマチェンコって肩からズドーンってなんか下に綺麗になんか筒状になってるんですね。それの多分まあ、要素っていうのが、脇がめちゃくちゃ効いてて、逆に僧帽筋の力がうまいことリラックスして抜けててせいで、すごいなでがたいなってるんですね。なんかイメージとこうなってるのがこういう感じなんかイメージとしてはなってて、でこの状態で常にディフェンスとかパンチとかっていうのをやってるんで、なんか不思議な体型になってるんやと思ってます。落ちが分からん。